Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 51今日は北カリフォルニアの Japan Society で COO、チーフオペレーティングオフィサーをされているグリーンバーグ美穂さんをゲストにお招きしました。美穂さんは神戸出身で旦那さんのお仕事に伴ってアメリカに移住されました。えー、今までマーケティングの会社シンガポール大使館、 MIT メディアラボなどさまざまな組織でキャリアを積まれてきて、今はジャパンソサイティで CO をされています。み、えー、穂さんの、まあ、がいろんな場面で戦略的に考えて今まで来られたんですけれども、例えば婚活の話ですとか、アメリカ国内で引っ越した時の就職活動の話ですとか、えー、ためになるお話もいっぱいありますし、すごく考え方が面白いなと思うことが、えー、たくさんありました。あと やっぱり、えー、アメリカにいながら日本の文化をアメリカ人に紹介するといった、まあ、文化の架け橋のようなお仕事でこう文化の狭間までお仕事されているところのなんか面白さそして大変さというのもお伺いしましたでは最後までお楽しみくださいこんにちは大人の女性がもやもやした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。 このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればかモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。 リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今回はカリフォルニアのジャパンソサイティで COO をされているグリーンバーグ美穂さんをゲストにお招きしました。 美穂さんは神戸出身で、旦那さんのお仕事に伴いアメリカに移住されました。ジャパンソサイティの前には、マーケティング会社で、マーケティングリサーチやデジタルマーケティングなどに携わっておられました。これまでフィリップスジャパン、シンガポール大使館、MIT メディアラブなど、様々な組織でキャリアを積まれてきました。美、え、穂、ー、さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、あの、えまず最初に、あ私あの美穂さん、 のことは朝日新聞のデジタルメディアで記事をよ読んで面白いなと思って <laughs> ぜひありがとうございますインタビューさせていただきたいと思ったんですけれども、うんはい、えっとまずちょっと自己紹介をお願いできますでしょうかはい初めましてあのグリーンバーグ美穂ですえっ、ー、とニューヨーク出身のユダヤ系の夫と11歳のあのー ローティン、反抗期真っ盛りでガラスの10代の、あの女、13の女の子と3人で暮らしています。えっ、ー、と、現在は、あの、サンフランシスコの近くにある、あの、典型的な、えー、シリコンバレーの郊外に住んでいて、あの、そこはどんなところかといいますと、あの、まあ、えー、アメリカも広いので、あの、シリコンバレーご存知ない方もいらっしゃるかと思うんですが、あの、大体がですね、子供の学校の保護者たちも含めて、周囲の大多数が Google ですとか Apple、Facebook、 セールスフォース、あの、などのテックジャイアント、もしくは IT 系、バイオ系なんかの、あの、スタートアップに勤める家族で構成されてるような、あの、郊外の、あの、とある町に住んでおります。で、あの、えー、休日は、あの、えー、普通の日は、あの、ジャパンソサイティの使用をしてるんですが、休日はアウトドアを炎上していることが多くて、あの、連休ですとか、お休みの時はキャンプに行くことがあります。 あの、カルフォルニアはあの、キャンプサイトが多いので、あと気候が、あのー、まあ、ボストンから引っ越してきたんですけど、ボストンなどに比べて割と、あのー、気候がいつもいいので、気軽に思い立ったら行けるところがいいところかなと思ってます。で、えー、家族3人で行くので、あのー、準備と片付けはもう、一手に私の なかなか大変なんですけれども、あのー、キャンプで外で泊まるっていうの、一番いいのは、やっぱりデジタルデバイスから離れ、少し離れられて、心身ともにリフレッシュできるところかな、と思ってます。で、あと、まあ、パンデミックになって以来ですね、あの、ジムとかヨガに行き、行きづらくなったので、あの、ものすごく久しぶりに、あの、自転車をまた復活させました。 えっと、ユイリさんも私もあの神戸出身なんですけれども、あの、私が住んでいるあのサンラシスコの郊外の町はあの神戸と似ていて、海からこうぐわっと山までこう坂がガッと上がる続くんですけれども、あの時間がある時はロードバイクをこいで上がって、あのバイクパスを走ったり、あの海沿いの道を走ったりしてます。 でいろんなアイディアがあの走り、バイクであの走りながらこう浮かぶときもありますし、あの考えがまとまるときもありますし、なかなかこう、完全にこう、一人になる時間っていうのが今すごく少ないので、あの、自分の中ではセラピューティックな時間で週に一回、今ちょっと必須,必須の時間、必須のあの、ルーティンになりつつあります。で、あの、このポッドキャストをね、お聞きになってら おっしゃる皆さんもそうだと思うんですけれども、あの、お休みの時とそうでない時の境がだんだんこう曖昧になってくる。 ことがあります。あの、なので、あの、シリコンバレーにいると、そこを返信しなきゃいけないとか、あの、メールなんかをこう、チャット感覚でこう、返さなきゃいけないというような空気感がとてもあってですね、またそういった企業や、あの、にお勤めの方もたくさんいらっしゃるんですけれども、できる限り、あの、シェルタープレイ、インプレイスになって以来は、あの、生活にこう、ときめきをもたらすということがすごく難しいので、あの、仕事と、そうでないときの、あの、メリハルをなるべくつけるように、 してますであのー、でキャリアに関してはあのずいぶん長いことこう社会人をしているのであの短いバージョンでささっと説明させていただきますとあのオランダが本社にあるあの電機メーカーのフィリップスでという会社にあの新卒で入,入社いたしましたでその当時は何、あのーえー、て言うんでしょうねこう外資系響きがいいわみたいなこうちょっとあの憧れで入ったようなあの企業 だったんですけれども、とにかくやっぱり英語が全然できなくて、あの、いきなりこうスリランカ系のイギリス人の上司になってしまったんですけど、こうコミュニケーションがにすごく苦労してですね、あ、これはダメだなっていうのが、あのー、すごく実感したんですね。で、そこであの、かねてから希望していたアメリカに留学することにしまして、あの、帰国してからはシンガポール大使館の小務部に7年、えー、勤めました。 でアメリカでは最初にボストンに移住したあの引っ越したんですけれどもあのマサチューセッツ工科大学 MIT のメディアラボというところで働きましたそしてサンフランシスコに移ってからはマーケティ,、えー、ケティングの,あの会社を得てあの今はあのジャパンソサイティというノンプロフィットオーガニデーションの CEO をしています はい、あと、あの、朝日新聞にね、あの、ゆりさんおっしゃってくださったように、グローブプラスという、あの、えー、ウェブメディアがあるんですけれども、そちらに、あの、はら働くママのシリコンバレー通信という、あの、タイトルのコラムを寄稿させていただいてて、あの、非常に、あの、なんて言うんでしょう、あの、朝日の媒体にもかかわらず、ザックバランに、こう、あの、軽いトンで、働くママ視線での分析ですとか、あの、トレンドを書かせていただいてます。 うん、面白いんですよね、なんか。うそうそうっってて思思いながら思ってたんです,けど <laughs> そうですね、アメリカに特にいらっしゃるね、あのー、特にあの子育て世代の方は、あああって思ってくださるところが、もしかしたらあるかもしれないですね。うんうん、そうですよね。えっと、うん、カリフォルニアも旦那さんの転勤で来られたんですか 転職が、でもなくてですね、ボストンがちょっとやっぱり合わなくて、あの、合わなくて、ボストンにいらっしゃる方本当申し訳ないんですけど、天気が、やっぱり冬が長い、えー、曇りが多い、そして、その当時はあの、もう10年ぐらい前ですけど、結構人が結構アンフレンドリーで、あのー、 子供もいなかったですし、友達も作りづらくて、食事もすごく美味しくなくて、今すごく上がってきたっていうふうに聞いて、あの、クオリティが上がったっていうふうに聞いてますけど、もうなんかこんなところは嫌だねみたいな話になって、じゃあサンフラチェスれ行ってみようかっていうような、仕事もなく二人とも来たっていう感じです。あ、そうなんですね。うん、そうですね。ああ、なんかうちの夫がマサチューセッチ出身なんですけど、<laughs> なんかもうボストンに行くたびに。 <laughs> なんでこんなにフレンドリーじゃないんだみたいな。んともにレッドソックスの、ね、帽子かぶってる人がいて話しかけたらすごいアンフレンドリーであー私、これが嫌だったんだなってなんか思,う思い出す時があるんですけど、まあ、もちろんいい方も、ね、たくさんいらっしゃると思うんですが <laughs> <laughs> 私は英語が通じませんでした <laughs> あ。そうね、ね、ねクセントきついですよ、ねうん、ボスの、ねうん そうなんですよ。なんか、まあで,ね、でもそうなんですね。じゃあカリフォルニアに来てから、うん、あの仕事探されて、うん、マッチングの仕ともえそうですね。でも五歳ぐらいまではあの子供が五歳ぐらいまではそんなにちょっと本気で働く予定はそんなになくて、うん、まあパートでいろんな編集の仕事とかあの翻訳をしたりあちょっとちょっとしたマーケティングのプロジェクトをしたりしながらあの過ごしてました。あそうなんですね。うん。そうアメリカで大学に 来られたんです。最初にアメリカの大学に来られたっておっしゃってたんですけど、はい、それからまたに、一旦日本でお仕事をされて、ねはい、また帰ってきたってことそうです。はい。で、それは旦那さんの、えっと、お仕事がきっかけでっていうことですかそうですね。それが、はい、あのー、アメリカに移住した経緯なんですけれども、例えば、あのー、なんて言うんでしょうね、こう、 旅行で行ったりとか、あの、2年間住んでたんですけど、やっぱりいつか戻りたい、アメリカに戻りたいなって気持ちはすごくあったんですね。で、あの、アメリカ人の、ニューーアメリカ人の、あの、夫と結婚したのが、ニューヨーク出身の彼と結婚したのが、あの、理由なんですけれども、あの、本当はボストンがそれこそそういうとこじゃなくて、あの、ニューヨークみたいな感じでちょっとイメージとして思っていたで、ニューヨークとボストン全然違うってことが行ってから分かった。 ちょっと騙された感があったんですけれども。<laughs> であの、ワンコンだったんですけど、それまでちょっと東京で本当によく働きよ、よく遊びっていう、なんか長すぎる青春をちょっと謳歌しているような感じで、あの、過ごしていたんですね。で、東京はすごく楽しい街ですし、あのー、すごく、あのー、お、お友達とか仕事も楽しかったし、あの、充実した生活を送っていたんですけど、30歳を過ぎた時に、 大学院に社会人入学したこともあって、今も、まあ、あの、べらぼうにちょっと家、家庭と仕事との両立で忙しいですけれども、その時も働きながら、シンガポールに出張に行きながら、授業を受けながら、 あの、飲み会に行きながら、アウトドアしながらでも、なんかちょっと何をしてたかわからない、怒ってるかわからないような状態でこう、ちょっと過ごしていたんです。でも今思ったら、あの子供もいないですし、一人で好きなことをやればよかったので、あの、自分のことだけやってればいいわけですから、ゆりさんなんかはね、お子さんができてからまた学校に戻られたっていうふうに伺って、本当にすごいなと思ってます。<laughs> <laughs> でもなんか、すごい充実した、 長い青春。そう、長い青春だったんですよ。<laughs> そうなんですよ。で、そんな時に、ちょこん年齢っていうのはだんだんど、どちらの国も上昇してるとはいえ、もう私、マーケット的にも完全にアウトだわって思った瞬間があったんです。やっぱ認識した時があって、でそれは相当頑張んないと、あの、結婚できないかもな。なんかやっぱりこう、一人でいるのもいいけど、誰かといた方がその時はいいんじゃないかなっていうふうに、こう、思った、強く思った瞬間が、私の、 適齢期だったんじゃないかな。ちょっと遅すぎるんですけれども。で、そん、そういった中で、あの、仕事と遊びと学校の隙間時間に、こう、本格的に、こう、婚活を始めていったんですね。<え> <laughs> すごい。<laughs> <laughs> パワーある、まあ。その時のパワーっていうのは、あのー、糧になってますね。あれができたんだから、今、そんうん、いろんなことがあってもできるんじゃないか、いろんなことができるんじゃないかっていうふうに思えたことの一つです。 で、その時からもう結婚するならユダヤ系の人だっていうのを実は決めててですね、あのー、歴代のボーイフレンドって言っても、そんなにこう長、長い、いろいろい,いっぱいいるわけじゃないんですけど、何人かユダヤ系のボーイフレンドがその時にいたんですね。で、あのー、家庭でも外でも華やかで、やっぱりこう、何でもザックバラにこう、 話すところとか、質問とか、ディスカッション、まあ、知的なこともあればそうでないことも含めて、あの知的な自じなんでしょう、ディスカッションを繰り広げるカルチャーが、に好感をその時は持ったりですとか、一般的に頭がいいようなイメージがあったんですよ。まあ、実際、全員がもちろんそういうわけじゃ、もちろんないんですけど、で、あと、あの、知的階級が多い人が多いような、怪我した、 りあと、京都で、あの、仏教系の幼稚園に通学していたんですけれども、その、もう幼稚園の時から、これ仏教とと違うかもって、私とは違うかもっていうのは、なんとなくもうその時から思っていたりとか、あの、キリスト教概論が必修だった大学でも、ちょっとこれ違うかなと思ったことが理由として挙げられます。で、まあ、その、 婚活の話をするだけでも、この1時間ぐらいで喋ってしまうので、ちょっと端折りますけれども、とにかくいろんな涙ぐるましい結果、あの、婚活の結果、今の旦那さんに、あの、10年以上前に会って、結婚しました。すごいピンポイントでユダヤ人とか婚活るそうなんですよ。そうなんですよ、ね。で、それはやっぱりね、あの、ストラテジー的に、あの、j デ a トっていうユダヤ系のオンラインのデー、デイティングサイトを使ったんですね。で、そこで知り合ったんですけど、 で、私は東京で登録してたんですけど、ユダヤ系で、しかも東京にいて、リーマンの前だったのかなリーマンの前って、そんなにでもそんなにそんなにエクスパッドがいない時期だったんです、うん、東京にも。で、あのー、で、しかも独身でっていうのは人数がすごく限定的なんですよね。で、たまたま主人がボストンから、あの、よく東京に出張に、長期出張してたので、あの、ロケーションを東京に 変えた途端、私は毎日そこをチェックしてたので、あ彼のあプロファイルがあると思って、連絡してみて、あの、で、あの、会うことになったんです。すごい、運命の出会い。<laughs> 運命の出会いですねすい。いや、なんかでも、あの、日本の方で、あの、ユダヤ系の方と結婚されてる方多いですよね。そうですね、多,<分>多いですね。教育の 考え方とかが合うのかなと。うん、なんかそういうところはあるかもしれないですね。うん、あとなんか、私は、ユダヤ系の食べ物とか、うん、あのパンとか、うん、すっごいなんか、ね、おいしいのかねちょっと日本人としてこう、落ち着きますよね。<laughs> そうですね。毒<僕>が <laughs> <laughs> あの。トレーダー場なんかにも売っています、うん。うん、そうですよね。うん、なるほど、うん。じゃあなんか、 アメリカじゃあ30代過ぎてからアメリカに、まあ、本格的に移住されたっていうことなんですけどそうですね、えーうん、中頃らいでしたかねうん。それで、アメリカで働きだして、まあ、最初、うん、留学生として来たっていう経験があったと思うんですけど、はい、まあ働きだしたらまた違うこともあったと思うんですすね。 実はよく働くんですよ。なんかその、日本人の方、なんか逆に思ってらっしゃる方とかもいらっしゃると思うんですけれども、もしくは私の周囲が、まあこの土地柄とかがそうなのかもしれないんですけど、まあ完全に成果主義なので、あのー、コロナで多分日本の状況もすごく変わったと思うんですけれども、オフィスに物理的にいる時間の長さ、何時間いれば、 あの、評価されるとか、残業してたら評価されるとか、上司の前には帰れないとかっていうのは、絶対にこう、そこはポイントじゃないんですよね、アメリカで働くということは。で、結果が出ないと、あのー、もう簡単にレイオフの対象になりますし、そのあたりはすごくシビアだなというふうに、あの、思います。で、でシリコンブレーっていうのは特にそれが顕著なのかもしれないですけど、あとな、なんていうでしょうね、こう、誰を知ってるとか、あの、ネットワーキングがすごく大事とか、 あの、日本の場合はもしかしたら企業名とか、あの、が大事だったりしても、こちらの場合は誰を知ってるかっていうのが、あの、重要なのかなっていうように、感じることが多いです,そうですね。生産性高いですよね、すごい。うん、生産性高いですね。で、あの、まあ、ちょっとやっぱりさっきも申し上げましたけど、こう、返信し、すぐ返さなきゃいけないというようなプレッシャーを感じてる人もすごく多いし、私も感じる時が、 あります。うん、なんか、あしの会社も、えっと、何ですか、あの、テックカンパニーでよくある、うん、アンリミティドバケーションで、あの、あ<ー>休暇い,いくらでも取ろうと思ったら取,れるん、うん、取っていいですよ。うん、多いですねで。でも、Always On なんですよ。<laughs> だから、<laughs> それをクリフ,リフリップすると、あの、ね、休暇中でも、なんかあったら、メールチェックとか。しなさいっていう感じですよね。うんえー、で、あの、まあ、そのスピードが速いところで来てると、やっぱりこう、 け決断するまでがとろいとかってするとなんかそれに慣れてくるとあのー、まあイライラする時はありますねうん、うん、なるほど、うん、そうですよねスピードはやっぱり早いかなっていうあまあもう早いかもしれない、うん、そうですねなんか人と人とのつながりが一番大事っていうのは本当にそうなんあのポジションとかでももう外に出る前に、うん ね、もう目い人に声をかけて、うん、そうですね先になんかこう自分の知り合いで決まっちゃうみたいな,、うん、なそうなんですよでそのリンクトインですとかそういうの求人が出た時にはもう決まっているっていう、ねうん、あの一度探してますよっていうのが、うん、あのアピールするためにこう出,出してるっていうのが分かるまで私ちょっとやっぱり時間がかかりましたね<ー>でアメリカと日本で働き出し,してて働き出す前が結構大変だったっていうのが あのー、経験レベルであの実感しているところで,で今でも例えば今転職活動しようとか思ったらやっぱり大変だろうなと思うんですうんで特にこう私のいる、あのー、シリコンバレーというのはエンジニアさんの街なのでエンジニアであれば例えばフェイスブックからアップルアップルからテスラテスラからグーグルというのもそしてまたフェイスブックに戻るっていうことも,もう日常茶飯事にあの皆さんジョブホッピングされ することが可能なんですけれども、私はエンジニアでもないですし、あの、公認会計士とか、弁護士とかといった特別な資格があるわけではないので、で、しかもネイティブでもないので、あの、仕事がこう、パッと見つかる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、タイミングとかもあると思うんですが、あの、ボストンで MIT のポジションを獲得するまでもやっぱり時間がかかりましたし、あの、サンフランシスコに移行して、1年ぐらい前からやっぱり就職活動、 始めたように思いますああ。そうなんですね。まあ,あなんか新しい年でコネクション作るのすごい時間かかります、ね、そうなんですよ。かかりますよね。で、そこがなんかやっぱりちょっと躊躇したりとか、日本人的に、あの、なんかこんな知らない人に話しかけていいのかなとか、頼ん、リファレンスを頼むのも私は最初、ちょっと最初できなくて、なんか求人を、 見て、日本の場合は、昔はジャパンタイムズの月曜日に求人情報が出て、よくそれで応募したりとかしてたんですけど、なんかそういうので決まるだろうと思ったら、いやいや、知らないと、話も、履歴書がまず一番上に来ないっていうようなね、状態、ね。そうですよね。うそうですね。だからなんか、 インクトインでも結構よくあのこの人知らないですかみたいななんか質問とかが来たりしますうん、うん、ここのポジションに応募したいんだけど、うん、この会社知ってる人いないですかいないですかそうですね私とかもよく来ますし、うん、あのリファレンスのレターを書いてくださいと頼まれることもあります、うんうん、そうですよね、うん、まあ全然そこら辺違いますよね、うん、でそれで今なんかえっとジャパンソサイティジャパンソサイティってノーザンカリフラヤジャパンソサイティってニューヨークのジャパンソサイティとなんか 関係あるんですかあ,あります、一応大きいンあのアンブレラの中に、傘下の中に入ってまして、あのー、全米で33カ所ぐらい、いろんなソサイティがあるんですけれども、ニューヨークは一番大きいですね。あそうなんですね、えー、大きい、規模が大きいですね、スタッフの数も大きい多いですし、あのー、自社ビル自自社、あのーえー、ロックフェラーが、あのー、戦後ドネーションした。 あの、土地に建物を建てて、そ、そこでずっと活動してますので、あの、うん、えー、サンフランシスコにある私どものジャパンソサイティとは規模が全然違うんですけれども、実は私たちの方が古くてですね、あの、北カルフォリニアのジャパンソサイティっていうのは1905年に設立されたんですね。うん、で、今年でなんと115周年。うん、えー、一番最初のソサイティはボス、実はボストン。ボストンで、うん、ボストン、サンフランシスコ、 えー、ニューヨークの順番になります。まあ、どっちも100年以上で古いは古い、あの、ノンプロフィットのオーガニデーションですね。いや、なんかすごい、日本人の昔のあの、 知りたげられていた歴史とかをすべてこうなんかその間こう日本人と共にあったみたいな感じな。そうなんですよね。あのまあ廃日の時もあまあ出立のきっかけっていうのはやっぱそういった感じだったというふうに、うん、あの文献によると出てるんですけれども、日本のことをやっぱりこう知ってもらおうというのでスタンフォード大学の学長さんとその時の領事の総領事館の領事の方とであとサンマテオの っていうところにあるあの弁護士さんと3人で設立されたと書いてありますね。で、えっと、のほチーフオペレーションオフィサー。CEO で,で,ですね。<laughs> そうですね。ジャパンソサイティというのはあの、ノンプロフィットのオーガニデーションなんですけれども、うん、何をやってるかというと、あの日本とアメリカの,あの総合理解を深めるっていうのは、ひ、まあ、一言で言うと、そういったミッションのもとにあの、エデュケーションとネットワーキングっていうのをもとに、あの いろんなプログラムを通じて、あの、活動しているんですが、どういったプログラムをやってるかというと、あの、政治、経済、文化、えー、教育、日本語レッスン、まあ、日本に関わることなら、いろんなことを、あの、週1回ぐらいのイベントを実施して、あの、お伝えしている、タッチポイント、タッチポイントを増やすということをやってます。で、日本絡みのことだったらいろんな分野をこう、カバーしてるんですけど、例えば歌舞伎のイベントであったりとか、あの、 日本、えー、ジャパニーズフードとか、ウイスキー、そういった今,今のトレンドの文化のことを取り上げることもありますし、あのポスト安倍政権どうするどうなるですとかあの、ガバナンスなどの政治、経済問題、あとキャシー・松井さんとあのゴールドマン・サックスを、えー、今年2020年でお辞めになるんですけれども、あのタッグを組んであのウーマン・インパクト・ネットワーキングっていう女性の地位をこう向上する ためのののに関すするるイベントっっててていいうのも注力してやってる分野の一つですあそうなんですね。それはなんか、んアメリカにいる日本人女性向けとかそういうことなんですかそうですね。あの、アメリカにいる女性、日本人女性もそうですし、あの、アメリカ人の女性も、方も、もう全体的に。 いいですね、いいですね。うんあのまあ、エリさんもあの、このコロナが終わったら、ぜひいらしてください、オンラインですることもありますし、ありますけれども、で今やっぱりそういうところにあのいらっしゃってくださるあの女性の方、まあだ、もちろん男性の方もいるんですけど、やっぱりすごく意識が高くいらっしゃって、それこそやっぱりこう、ネットワーキングにいそしんでらっしゃる方が多いので、あの割と話してても刺激的な方が多いですね。 今やってて、なんかこれがすごい好きとか楽しいとかお仕事の魅力とかありますかお仕事の魅力はね、結構やりがいが本当にあってですね、あの、私この仕事好きだなって、あの、すごい幸せでラッキーだなと思う瞬間がたくさんあるんですけれども、あの、日本、 どんどんタッチポイントを増やすアメリカ人の人に、こう日本人向けにやってるオーガニゼーションではないので、アメリカ人の人に日本のことを知ってもらう、ジャパンファンになってもらうっていうのが大きい目標なん、ミッションの一つなんですね。で、あのー、やっぱりこの、私が企画して、企画したイベントなどに参加してもらって、何らかの形でこう日本に興味を持ってもらったって言ったら、やっぱりそれすごく、あのー、やりがいあるな、嬉しいなっていうふうに、あの、つくづくやっぱり思います。 で、あの、例えば日本が嫌いになって海外に出た人っていうのも割といらっしゃると思うんですよね。であの、ニューヨークなんかには結構そういった若者が多かったりとか、多かったイメージがあったんですけど、昔はね。あの、だけど、例えば日本大嫌いっていう日本人でも日本食が嫌い、大嫌いって人はそんなにいないんですよ。やっぱり日本食は好きって人はいて、あの、結構いらっしゃると、あの、日本食が好きって方が、あの、 おられるから、あの、のほか、本の方が多いと思うので、例えば、なんていうんでしょうね、こう、オランダ人の方から、日本食大好きでさ、って言われたら、きっと悪い気にはならないと思うんですよね。で、それと一緒で、あの、やっぱり、日本のことをちょっとやっぱり知ってほしいなとか、あの、ジャパンファンの人口を、こう、ソサエティの活動を通じて増やして増え、増えてきたなっていうふうに実感できるときっていうのは、すごく魅力に感じます。うん で愛の反対は無関心ってよく言われますけれども、日本に少しでも関心を持ってもらえた時は、やっぱりあのやっててよかったなと思う瞬間ですね。うんそうなん,です、ね、なんかこの前、ウイスキーとお茶と、お茶のイベントに行かせていただいたんですけど、結構なんかすごいいっぱい人が来てて、うん、で、熱気がすごかった。<laughs> すごいす、ね、質問がすごいいっぱい来て、おさすが、なんか日本通の人多いんだと思って。 あの終わらない時がありますね、質疑応答がずっと続いちゃって。うん、じゃあ、大変なこととかはありますかまあ組織なのでねあの、やっぱり私が思い描く形に行かない時っていうのもやっぱりたくさんありますよね。 あの世代間のギャップがちょっとチャレンジに思う時が多いですねで。こういうのは多分民間の普通の企業に働いていらっしゃる方っていうのはそこまでちょっと経験されることはないかもしれないんですけれどもあのジャパンソサイティはいろんな世代の方が関わって携わっているので例えばこのオンラインになった今 IT リテラシーもかなり違うんですよね。あの、私にはジェネレーション X っていう世代なんですけど、私とこの私の娘のあのジェネレーション G 世代っていうのはもう全然、あの、スマホの使い方のスキルが全然違いますし、で、私とこのブーマーズとかその、それより上のサイレンスのこう方々っていうのは、もう、もう全然違うんですね。で例えばこう、すべてがオンラインになった今、あの、こういった ツールを使いませんかとか、こういったプラットフォームを使いませんかっていう風な投げかけをしても、もう彼らが使い方がわからないとか、もうでき、わ、なんて言うんでしょう、極端な話、あの、スマホのダブルタップができない人とかもいるので、で、そういった方々に、このネットワーキングのイベント、あの、プラットフォーム、レモンをやりませんかとか、ほっぴんでこう、2分間ずつこう、ばーと変わっていくから、これをやってネットワーキングしませんかとか、提案しても、もうなんかできないって、それを人たちをわからせるのに、もう何十時間ってかかる。 ですよね。それが今、サイドバイサイドで、こう、隣に座ってあ、こうやってこうやったらできますから、こう、普通の人はできますからやりましょうって、今言えないんですよね。あの、遠隔で説明するしかないので、なんかその辺はすごく今難しいところかなと思ってます。特になんかシリコンバレーとかに住んでいると、うん、もうなんか、すごいテックが発達してるのに、 できない人っていうのがなんか置き去りにされているみたいな。そうですよね。<laughs> まあ、あの、私の目標としては、若い人に嫌われない程度に、こう、IT シャビーでいたいな、あの、年をとっても、あの、ちょっと多少はついていきたいなっていうふうに思います。なんかあと、これあるかどうか分かんないんですけど、結構あ、なんか外国に住んでて、なんか自分でもそうだと思うんですけど、その、例えば私20年前とかにアメリカに来たら、 なんかその20年前の日本人のままなんですよ。わかりますああ、なるほどね。古臭い、あの、うん、よくあの、2世の子とかが、あの、その親が若い時にアメリカに来たから、もうすっごい昭和の厳しい親だったりとか、うん、なんかそれで、なんか普通のアメリカ人の親よりもジェネレーションギャップがひどいとかいうのがあるじゃないですか。うんうんうん、ありますね。うん、なんか多分、もしかしたらなんかアメリカに住んでて長い、 間、いて、もうそ、それでもうシルバー世代なになった方とかで一緒に、派対したら、うんうん、もしかしたら日本のシルバー世代の方よりも、もっとなんかこう、上下関係が厳しかったりとか,とかあ。そうそう、そこで止まってっちゃってるからね。うん、ありますね。ええ、それあるあるですよ。あの、うんうん、で、まあ、あのー、アメリカで働いて、違うなと思ったことっていうのに入るのかもしれないですけど、実は私、こう、日本人の上司っていうのが、 あまりいない、いなかったです今まで。ああでね、ずーっと、あの、非日本人の上司と組むことが多くて、で、逆に日本人のひ上が、の方とかに接するときに、逆カルチャーショックになることはありますね。あ、えー、面白いですね、それは、うんうん。そうなんですね。じゃあなんか、そのお仕事をしてて、そしたら日本にいる、興味のあるアメリカ人とか、うん アメリカにいる日本人とも多分、多く接することが多いと思うんですけどもっとこうなればいいのになぁととかか思うようよなことはあります,かそうです、ね、日本に興味のあるアメリカ人というのはもうまさに私のターゲットオーディエンスの方々であのそういった方々と一緒に,こうあのに参加していただいたりとか日本語クラスにの生徒さんであったりするんですけれどもあのインバウンドがこう増加があってこうこ,こ,こ数,数年なあの日本へいらっしゃる方が増え だと、こちらからでもすごい実感できた、できてたのは、私どもが提供している日本語クラスの生徒さんの増加数。もうこれが、本当に右肩上がりで上がっていったんですねで。あの、今はちょっと渡航制限で、あの、いけないですけれども、あの、えー、日本に行った時にこう会話できるようになりたいとか、あの、もちろんアニメとか J-POP にハマってっていう、あの、生徒さんもたくさんいらっしゃいました。で、終了して、 すごく残念なんですけど、テラスハウスを大好きって言った方もものすごくたくさんいらっしゃって、あの、テラスハウスで使われているフレーズを勉強するとかね、なんかそういったのも、あのー、大変人気のワークショップだったんですけれども、とはいえ、K-POP に比べると、やっぱり J-POP は認知が低いですし、あのー、日本のコンテンツっていうのは、あの、アメリあ、アメ、アニメ以外でも、まだまだ伸びしろがあるのではないかなと思ってます。 で、あの、ジャニー北川さんが亡くなって、あの、ようやくジャニーズも、あの、インターネット本格解禁とこうなってった流れを、やっぱりちょっと感じる時があるんですけれども、で、嵐もネットフリックスに進出してですね、あの、彼らのドキュメンタリーが公開されるようになりました。なんですけれども、もっと早くから実はできてたんですよね。で、オンラインの海外マーケティングっていうのが、あのー、もう少し早かったら、ここまで K-POP との差が開かなかったんじゃないかなというふうに、うん、 思います。で、海外にいる人にとって、これ私も、ゆりさんも含めてですけど、あの、日本国外では視聴できないオンデマンド番組ってもうたくさんあるんですよね。で、そこ、で、例えば私たちは、あの、シベイエリアにいて、サンフランシスコにいて、ジャパンタウンがあったりとか、アジア人が多いとか、非常にこう、やっぱりアジアと触れる機会っていうのはあるんですけれども、それがちょっともう、田舎の方に行くと、もうコンテンツが、配信が全てになってしまうんですよね。 で、そこだけがこう日本と触れるタッチポイントになる、なっていくと、こう美味しいオーディエンスたちをなんかます、ミスミスやっぱり逃ごそっと逃してるなっていう気がすごくしてます。で、ネットフレックスやアマゾンなんかで日本の番組がたくさん見れるようになったのは本当に良かったなと思ってます。で、あと、あの、権利処理とかこういろいろあると思うんですけど、やっぱりお金を払っても見たいってい人はもういっぱいアメリカにはいるので、多分ヨーロッパもあの他の国も同じだと思うんですが、こういった ジャパンファンを増やすためにも、こういった壁がどん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 低くなっていくといいなというふうに思います。そうですねうん、確かになんか、多分ん、権の問題とかなんでしょうね。なんか音楽とかもね、ねダウンロードできないし。そうなんですよ。で、Apple Music、うんまあ、とか Spotify とかで日本の曲はもうだいぶ聴けるようにはなったんですけど、うん、あのー、もう少しね、あのー、テレビ番組とかも普通に見れるようになれば。 お金を払ってでもいいので、じゃなかったらみんな違法サイトに行ってしまうんですよね。もっと増えればいいなと思います、うんうん。そう、私はこの前、あの、いつも本を買っていた某インターネットサイト、まあ、あの、合法なんですけど、が、なんか海外発行のクレジットカードをいきなり取らなくなって、<laughs> <laughs> <laughs> これあるあるるですう <laughs> そうちょっと紀の国屋まで行っ,ってもなかったりするじゃないですか、本、<laughs> 欲しい本ですよね、うん。ピンポイントで欲しい時とか、すごいそういうのがないと、そういう、なんでしょう、UI とか UX とか、そういったバックエンド、クレジットカードのバックエンドのことも含めて、うん、もう少しこう、世界を、最初から世界をマーケットに見,見てあの、コンテンツ作る時もあも、もったいないなと思うんですよ、やっぱ面白いものもいっぱいあるし。 テラスハウスは本当に残念だったんですけど <laughs> あの、まあ、私、全然一回も見たことないので言うのもあれなんですけどあのや,っぱり周りはやっぱり周りの私の場合、ね、の日本好きのアメリカ人はすごくハマって見ていたし<ー>であれで勇気を持った,も持った人もあの亡くなった花ちゃんは多分全然そんなことは知らなかったかもしれないけどそ,そういったこともあったんだよっていうのをなんか亡くなる前に教えてあげたかったなっていう,ような気はすごくしてます。うん 私も何回も聞かれました。あの番組見てるって言って <laughs> そうですよ、ね。結構ね、子供の、あの、親御さん、ママとかでも白人ですごいブロンドのママとかにテラスハウス大好きとか言われ言われたり <laughs> <laughs> なんかしますけど、ね。<laughs> そうですよね。うん、じゃあなんか、美穂さんが、まあ、今までいろいろな経験を積んで、なんか心理的にブレイクスルーがあったと思うようなことありますか、うん 心理的なブレイクスルーがあったとき、そうですね。やっぱり大学院を出たとき、あの、卒業できたっていうのは一つのブレイクスルーだったなと思います。私、本当に頭悪くて、あのー、なんて言うんでしょう。こう、努力しないとできないタイプ、努力しないと一定のとこまでいけないんですよ。で、周囲とかは、あのー、やっぱり弁護士さんとか弁理士さんとか、あのー、 えー、いう方が多かった知的財産分野を勉強するあのコースだったんですけれども、もともと土台がやっぱり違ってたので、なんかすごく大変だったかなた、だったんですけど、やっぱりこうあの働きながらこう、コツ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 書いていった論文が認め、あのがアクセプトされて、卒業できたっていうのは、一つブレイクスルーだったかなというふうに思います。んんそれなんかお仕事の関係で あのですね30歳過ぎてなんかこのままじゃなんかいけないんじゃないかなってちょっと思う時がありましてであのこう脳が退化していく同じことのルーティンで退化していってんじゃないかなってなんかちょっと新しいことを始めた方がいいかもしれないと思ってなんかもう例えばドラムとかボクシングとかいろいろ考えてあじゃあでもやっぱりなんていうんでしょうねこう引率じゃないっていうのがなんとなく あの、コンプレックスに感じる時があったんです。で、それで、まあ、あの、一つ橋大学だったんですけど、あの、その時すごい振られ方をした人が、一つ橋の出身だったんで、こいつよりも学歴だけでは高くなってやれて、本当にどうでもいい理由なんですけど、なんか。めかえすかえすちょっと歪んだ目的だったんですけどね。<laughs> しかもそれ何の意味もないんですけど、で、まあ、そうい,そういった感じで、たまたま、 ご縁があって入学しましまたすごいですね、それは。うんえー、でも、なんかそれでまた新しい世界が広げた,けたそうですねあの、それこそネットワーキング、人脈的にも、そこで得た人脈っていうのは、うん、今,今のこのシリコンバレーにいても、助けていただくこともすごくたくさんあります。うん、そうなんですね、うんえー、じゃあ、うん 今後、これなんかいつも聞いてる質問なんですけど、はい、今後、えっと、どんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいですかそうですね、ちょっとずっとノンプロフィットで働いてるかどうかっていうのは、あの一生働きつつ、引退まで働くかっていうのはちょっとわからないですけれども、例えば民間に戻ったとしても、何らかの形でこう日本と世界をつなぐような仕事を続けられたらなというふうに思ってます。 で、あと、あの、今すごく高齢化社会で、あの、バイデン大、あの、新しく、あの、主任します、バイデン大統領もかなりのご高齢ですよね。で、それをケチつけるわけではないですが、もう、いさによく私はこう、やめて、あの、若い人たちをバックアップするような方、方に、裏方に回りたいな、と思います。若い人たちが、あの、最大限活躍できるような、あの、うなんて言うんでしょうね、をサポートできるような、 お仕事ができたらな。例えば、あの、ベビーシッターでもいいんですよ。あの、プレスクールのアシスタントの先生とかでもいいから、彼女たちが、まあ、彼らが、の世代が、私たちの子供の世代が大人になった時に、安心して思いっきり活躍できるようにな生活をこうバックアップできたら、うん、それがもう私の70過ぎてからの夢、夢です。<laughs> だからそこまで健康的に過ごしたいなと思ってます。 なるほど。今、立ち止まって、もうど、どうしたらいいかわからないとか、もやもやしてる女性に、一歩を踏み出すためのアドバイスがあれば教えてください。ねうんね、私ももやもやしてることが多いので、この偉そうにこうしたらいいよ、ああしたらいいよっていうことはとてもとてもできないんですけれども、もう、日々、もやもやの繰り返し積み重ねのような、あのー、日々を、日々を送っていて、まあ、時がすごく速いスピードで流れていくのが、あのー、非常に、 ちょっと怖いぐらいなんですけれども、スタンフォード大学の卒業式のスティーブ・ジョブズのスピーチっていうのは、まあ、あまりにも有名ですけれども、その中で、やっぱり鏡を、鏡に映る自分に追いかけて、あのー、最後の日だったと思って、これちょっと違う、今やろうとしてること、ちょっと違うんじゃないかなっていう日が、 何日もつ,ぐつくんだったら生き方を見直した方がいいっていうのはこれは日々いつも思っていて、あのー、仕事例えば仕事に関して言うとやりがいがないとか楽しくないとかこれちょっと違うっていうのを毎日毎日思ってるんだったらやっぱりそれは考え直した方がいいと思うでやっぱり仕事っていうのは生活の中で占める比重っていうのがすごくウェイトが高いので幸せな仕事し自分番幸せやってて楽しい エキサイティング、楽しいって思えるような仕事につけるように、ちょっとやっぱりシフト、そういうふうに思ってるんだったらシフトした方がいいかなと思うことがあります。そこから脱出したいと思った時には、本当に1日もう30分とかでもいいから、30分作るのがすごく大変だったら、1週間に30分でもいいので、その次の目標に向かって、 ことを何か一つする。例えば婚活をしてた時の私のあれは、例えば、えー、歯医者に行く歯。歯をきれいにする。それもやっぱりちょっと婚活、関係ないよう、ね、でやっぱりちょっと一つ一つのこう積み重ねであったりとか、あの、転職したいんだったらこう、レズメをもう一回見直してみる。うん、で、レズミがちょっといまいちだったらそのレズメの見てくれるプロフェッショナルな人にちょっと相談してみるとか、ネットワーキングに。 一つ参加してみるとかあの一つ一つもう小さなことでもいいからあ今日はこれをやったっていうような達成感をの積み重ねが多少もやもやになんていうんでしょうあのから一歩踏み出せることになるのかなっていう風うに思ったりします。うんそうですよね、まあ、なんかちょっとずつでもやってたら自信につながりますしねそうですよねなるほどなるほどありがとうございますじゃあ最後になるんですけれども。 あの、ジャパンソサイエティとか、あの、美穂さんご自身の、あの、こと、なんでもいいので、あの、これを聞いて、ちょっと美穂さん、もうちょっと。 知りたいなとか、とジャパンソサイティについても知りたいなとか思った方、どこに行けばいいか教えていただけますかはい。えっ、ー、と、ジャパンソサイティ、あの、まあ、先ほど申しましたけど、たくさんあるんですが、あの、北カルフォルニアのジャパンソサイティ、テクノロジー関係も、あの、含めて、イノベーション関係も含めて、いろんな、あの、イベントを開催してます。今、オンライン開催の場合は、あの、世界各国、どこからでも参加いただけますので、あの、ご興味があるのがあれば、ぜひご参加ください。えー、ウェブサイトは、w w w usajapan.org です私の記事はえと朝日新聞のグローブプラスにあの月一で寄稿してますのでそちらもよろしかったらご覧くださいはい、ありがとうございますじゃあ今日はみ穂さんお忙しい中どうもありがとうございました最後までお聞きいただきありがとうございましたこの配信がお役に立ったらぜひお友達とシェアするかまたは配信登録星マークポチッとレビューの方よろしくお願いいたします 最短で結果を出す1ヶ月でセルフイメージが変わって引き寄せられる人になるコーチングセッションに興味のある方はショーノートのメールアドレス info at yurid-media.com からお申し込みくださいそして現在もやもやからやりがいを探す20の質問ワークシートも無料ダウンロードプレゼント中ですこれもショーノートのリンクからご覧ください